あ、待って、でもさ、すごい音しちゃうかな。丁寧にやれば大丈夫かな。で、極力丁寧にやったけど、大丈夫かな。ただいま。お家のすぐ近くにあるご飯屋さんで食べてきた。あ、コリン君、くまちゃん、ありがとう。なんか終わった後にね、パン食べたんだけどね、公演終わった後に。でもなんか明日はね、夜にね、ボードバージョンっていうやつをやるんだけど、でも、あ、夜だけだから朝は割とゆっくりじゃないと思って、え、じゃあ食べちゃいなよってゆう食べちゃいなよってことで終わった後にパン食べたのに一人で焼肉食べた。やば美味しかった。元気もりもりになりました、夜だけど。はあ、考えてみたら今日2回やってるのか。今日は2回公演やってきました。うん、めっちゃ食べた。ぐー、今日は岡部リンクが登場してびっくりした。ん、なんか私違うのになんか出てたっけ。今日なんでしょうか。あ、めいちゃん、くまちゃん、ありがとう。まいちゃん、くまちゃんっていう名前になっちゃった。ここはまだ渋劇の中。渋劇はもう戸締まりしてますよ。舞台も数える。そうだね、もう後半戦突入しましたけど、今日2回やっちゃったので、まああと5個かな、5回になりましたね。今日ドラムやってました。そうなんですよ、実は今日ドラムやってたんですよ。そう、私ドラムもできるんです。今日はドラムいっぱい、いつもとは違うアレンジなどをして、また違うアプローチの仕方で、今日は私は怪獣の殲滅バージョンを支えてきました。そう、すごいでしょ。そう、いつもやっぱりちょっと変えないといけないから、今日は どこから叩かれないって。今日はすごい大変だったな。やっぱね、休演日明けだからね、もっとパワーアップしたいなってところもあったよね。いや、もうご丁寧に、そう、ドラムの岡部凛と紹介までしていただいて。ダメだよ、これ舞台見てない人わかんない話なんだから。私が本当にドラマできると思われちゃって。はぁ、違う違う、アドリブで私の名前勝手に使われただけ。やってない。これ見た限られた人数の人にしか伝わらないのよ、このネタ。今日見てない人何のことだか、私が本当にドラマやってると思われちゃう。やってないです、私の名前。あんなさあ、簡単に使わないでほしいわよ、本当に。私は叩けねえ。今日殲滅バージョン見ました。殲滅ってどっちだったっけ、昼って夜、夜か。ありがとうございました。盛りだくさんです。あー、そうね、ズキちゃん見にしてたんだってね。わかんなかった、会えませんでしたね。あと前回のマリリンをやっていた共演者の、そう、私の大好きなエミさんも今日見に来てくれてて、
会えて嬉しかった。そう、今日は結構そう、エイトのスタッフさんとかも見に来てくださったり、その今日はね全然あの見に来てくれた人と私たちがちょっとバタバタしてたっていうのもあって、全然私たちもそのスタッフさんとかとはお会いできなかったんですけど、まあ基本的にはあんまりねちょっと今難しいんですけど会えなくて、うん、あ、そう、あの次の県民賞、22日の県民賞も出させていただきますので、そうこれをねみんなにそう言いたかった。そうこの間収録してきて、はい、今回はね茨城ピックアップっていうか、あの他の県の特集みたいな感じではあるんですけれど、でも茨城の代表としてここへ出させて、そのまあこうあえてこの県にはこんなのがあるんだみたいな感じで お勉強って感じでもいろいろ私は新しく知れたこととか初めて喋る人とかもあって楽しかったです。いい、あ、2分になっちゃった、やばい。じゃランキング読もう。すいませんね、今日帰るの遅くなっちゃったからこんな短くなっちゃった。13位警備員アットカヨンダン、初めて読んだ、こんにちは、あ、こんばんはだった。12位ふっちゃん、11位たんちゃん、10位ミストラルさん、9位りんちゃん推しさん、8位岡崎さん、7位ダッキニ、6位ゆうたくん、5位かなっぴ、4位でっちーちゃん、3位まいちゃん、2位こりんくん、1位じいじです。やってるー、私は怪人なのこれが私は怪獣、怪獣っていう曲です。とても可愛い歌です。私は怪獣なの違うよ、もっと迫力あります怪獣ガンガン。じゃあねみんな、おやすみ、また明日。